ジョン・ハー・シェルグレン・ジュニアは、アメリカの元海兵隊戦闘機パイロット、宇宙飛行士、政治家。1962年に、アメリカ人として、初の軌道集会飛行を行った。オハイオ州のニューコンコード生まれ。マスキンガム大学において、工学の学士を取得後、1943年に、アメリカ海軍の航空士官養成課程に入隊。1944年に、 アメリカ海兵隊の第155海兵戦闘航空隊に配属される。海洋ユーコルセア戦闘機を操縦し、主にマーシャル諸島において日本軍に対する対地攻撃を行い、59回の戦闘出撃をこなした。1945年にはメリーランド州のパタクセントリバー海軍航空基地等で勤務し、第2次世界大戦の終戦時には単位であった。 戦後しばらくの間、グアムを基地として中国共産党軍が支配する地域に対する偵察飛行を行っていたが、1948年にはテキサス州コーパスクリスティ海軍航空基地において飛行教官となった。そこで水陸両用船やスタッフ管理などを担当していた。朝鮮戦争が勃発すると海兵隊の一員として朝鮮半島で海球海パンサーに登場し、 戦闘任務に就いたが、軍士間の人材交流により、空軍の機体に登場する機会があった。彼は、海マイナス86セーバー戦闘機を操縦し、3機の敵戦闘機を撃墜している。これらの成果により、いくつかのメダルを授与されている。朝鮮戦争の後、1954年7月に、パタクセントリバー海軍航空基地にある、 アメリカ海軍テストパイロット学校を卒業し、新型機のテストパイロットとなった。そこで、後に名誉勲章を授与されることとなる、ジェームズ・ストック・デールは、グレンに対し、数学や物理学を指導している。最初の飛行試験機である f j に3戦闘機を試験した際は、コックピットの減圧と酸素システムの故障に遭遇している。その後、 カイナナユーカットラス戦闘機や F8 ユークルセーダー戦闘機の試験に携わっている。1956年11月から1959年4月にかけては海軍航空局の航空機設計部に関わりメリーランド大学に通っている。グレンは武器の担当であり飛行中におけるテスト機の機銃発射実験などを担当した。 1957年7月16日には超音速としては初めてのアメリカ大陸横断飛行に成功した。これは海八ユークルセーダー戦闘機を用いたものであり、所要時間は3時間23分8秒。ロサンゼルスからニューヨークまで飛行した。その時、生まれ故郷の上空を超音速で飛行し、ソニックブームの大きな音により、故郷の人々を驚かせている。 宇宙服に身を包んだグレム1958年より開始された宇宙飛行士の選抜を受け、1959年に宇宙飛行士に選抜された。アメリカ初の7人の宇宙飛行士の一員となり、NASA のマーキュリー計画に従事。1962年のマーキュリー6号により、アメリカ初の地球周回軌道を飛行した宇宙飛行士となる。これは、 映画、ライトスタッフのモデルになっている。日本では、文芸春秋昭和37年5月号に、宇宙最悪の旅と題した、回想機が発表された。海兵隊大佐で退役。ジョン・グレン1964年には NASA を、自死実業家に転身。1974年より1999年まで、オハイオ州代表として、アメリカ議会上院議員を務める。 1984年には民主党大統領予備選挙に出馬したが、途中で敗退した。二度目の飛行時1998年10月29日、スペースシャトルのディスカバリー号による STS-95 で、再び宇宙へ出て9日間滞在した。この時77歳であったが、これは宇宙飛行の最年長記録であり、高齢者の可能性を示したと評された。 1999年3月、クリーブランドの NASA のルイス研究センターは彼を記念してグレン研究センターに名称が変更された。1998年の映画ディープインパクトでロバート・ディバルが演じたキャラクターはグレンをモデルにしている。2000年には4人の老人が地球を救うために宇宙に行く映画スペースカウボーイが公開された。なお、 2002年から使用された教育出版の英語の教科書ワンワールドではグレンが77歳で宇宙飛行をした時の肉声がそのまま使用されている2012年5月には大統領自由勲章を授与された2016年12月8日に死去95歳没。ありがとうございます